アックス搭載のヤマハ XZ550 のエンジン。シリンダーバンク中央上部付近に存在する銀色の逆三角形のボックスがアックスである。アックスはヤマハ発動機が1980年に開発した4ストロークエンジンのシリンダーヘッドに用いられた内部機構の名称であるヤマハ XJ750 マキシム。ヘッドカバーとジェネレーターカバーに アックスの打刻がされている。アックスは、シリンダーヘッドの吸気バルブの直前付近の吸気ポート内に小さなバイパス経路を設けて、すべてのシリンダーのバイパス経路を連結することにより、吸気バルブが閉じたシリンダーから、吸気バルブが開いたシリンダーに向けて、吸気バルブで遮られた混合技が移動し、バイパス経路出口より、シリンダー内部に混合技の強力な噴射が行われる。 ことによりスワールが形成されて燃焼効率が向上する仕組みである。アックスは1970年代に石油危機に伴う消費者の燃費指向や自動車排出ガス規制への対応のためににストローク期間向けの唯一と共に開発が始まったものであり、ヤマハは1980年にヤマハ XJ400 で 400cc クラスの直列。 4気筒に初参入するが、アックスは XJ400 の1981年モデルに初採用され、その後1986年までヤマハの XJ シリーズの多くに採用された。アックスはヤマハによれば、XJ400 の装着車と非装着車の比較で平均23%の燃費向上が認められたとされる。アックスの開発及び、 米国特許取得は1977年頃より活発となり、当初の設計では、バイパス経路とインテーク経路とは連結されておらず、バイパス経路に独立したキャブレターを接続して、吸気ポートに混合技そのものを送り込むようになっていたり、排気再循環による排気ガスを吹き込むようになっていたりしたが、最終的には自動車用エンジン向けでは二重式のバタフライ弁を用いて、 インテーク経路のキャブレターから混合着を分配されて吹き込む形式となった。バイパス経路は自動車用エンジンではシリンダーヘッドの髪型にパイプが設置される形式が取られたがオートバイ向けにはインテークマニホールドの真下にパイプが置かれたりシリンダーヘッド内に分配経路が内蔵されることもあった。単純にスワールの形成を促すだけの場合にはバイパス経路を持たない。 補助誘導ポートのみが設置された。市販には至っていないが、アックスは、サイドドラフト方式のスポーツキャブレターや燃料噴射装置への応用も検討されており、特に e g i においては、アックスの補助誘導ポートの概念が、冷間始動時のみに燃料を噴射する、コールドスタートインジェクターや、スポーツカー向け高出力エンジンにおける、追加インジェクターの混合技の供給経路としての、 応用も検討されていた。アックスの装着により従来と同じ出力をより少ない燃料で実現できるようになり中低速回転時のトルク向上にも貢献した。何らかの後付けデバイスによりシリンダー内にスワールを生むアイデアは1978年の三菱自動車工業の MCAJET1983 年のトヨタ自動車の SCV が存在しているが アックスはシステムに可動部品を一切持たないためメンテナンスフリーであることが強みであり低コストで省エネルギーエンジンを実現できたとしている。同時期のオートバイでは鈴木が多球式燃焼室でスワールの発生を狙った TSCC を採用していたが柏秀樹はアックスを表して TSCC に比べてより低回転域で効果が大きいように感じられたと実感している。 一方で、アックスには、デメリットも存在していた。オートバイ用エンジンとして製造される並列4、機頭は多くは4連キャブレターを装備しており、正常なパフォーマンスを発揮するためには4つの、キャブレターの同調調整が必須であるが、アックスは、吸気バルブが閉じたシリンダーから開いたシリンダーに向けて、混合器が移動し、インテークマニホールド内が加圧されるため、一時的に、 アックスの作動を止める特殊工具を使用しなければ同調調整の際に負圧計の値が乱れてしまい正確な調整が行えなかった。ヤマハは V 型2気筒の XZ400、550にもアックスを導入しており、こちらはキャブレター整備の際の一時的な無効化は必要なかったがシリンダーバンク間の樹脂製のボックス内に混合技を一時、 貯蔵するシステムだったため、経年劣化により、ボックスからの漏れが発生し、エンジンのレスポンスが悪化し、燃費が急速に低下するトラブルが発生しやすかった。ヤマハは1982年登場の短気筒エンジンのタウンメイトにもアックスを採用していたが、こちらも外付け式の樹脂製ボックスに、吸気圧を一時貯蔵する方式で、どちらかといえば、唯一をはじめとする。 エアボックスに近い概念のものであった。本来は多気筒エンジン向けの技術であるアックスを短気筒の原動機付き自転車へ採用した理由としては当時のビジネスバイク分野におけるホンダスーパーアカブとの熾烈な燃費競争が挙げられる。1980年代初頭時点でニストロークのヤマハメイトと鈴木ワーディは燃費。 出力ともに4ストロークのスーパーカブより優位に立っていたが、ホンダは1981年式より新型エンジンを投入し、メイトとバーディーを燃費面で大きく突き放した。これに対抗するためにヤマハとスズキはビジネスバイク向けの4ストロークエンジンの開発に着手し、ヤマハは1982年11月にシャフトドライブ加速ポンプ付けキャブレター。 CDI 添加というハイメカニズムを売りにしたタウンメイトを発売、その目玉としてアックスが採用された。タウンメイトに対抗してホンダは、翌1983年に空力性能を強化したスーパーカブであるスーパーカスタム鈴木も4サイクルバーディを投入した。なお、エアボックス自体は1997年に唯一の特許が切れて以降は、 今日のオートバイには普遍的に採用されているものであり、2017年現在では、エアボックスを採用する、ヤマハ社の中で、明治的にアックスやユーイス搭載を歌うものは、なくなっている。a b 1 9 6 9から1980、技術革新と、省エネルギー型エンジンシステムヤマハ、発動機ヒストリーハット AB 絶版ミドルバイクヤマハ、 XJ400D スペシャルバイクブロスアメリカ合衆国特許第444万9505号インターナルコンバッションエンジンアメリカ合衆国特許第419万4474号 EGR リーサーキュアレーションアットローロードインインターナルコンバッションエンジンズアメリカ合衆国特許第444万5473号コントロールオブキャブレーター サプライドインダクションシステムアメリカ合衆国特許第421万4561号インダクションシステム4案インターナルコンバッションエンジンアメリカ合衆国特許第431万9553号インダクションコントロールシステム4インターナルコンバッションエンジンアメリカ合衆国特許第426万5202号 インダクションシステム4案インターナルコンバッションエンジン。アメリカ合衆国特許第4-265-202号。インダクションシステム4案インターナルコンバッションエンジン。アメリカ合衆国特許第424万3001号。インダクションシステム4マルチ。シリンダーエンジンアメリカ合衆国特許第423万2 6 4 5号。インダクションシステム4案インターナルコンバッションエンジン。 アメリカが収穫特許第451万3 7 0 5号。インダクションシステム4スパークイグニッションエンジンオブ。フュエルインジェクションタイプアメリカが収穫特許第432万3041号。マルチ。シリンダーインターナルコンバッションエンジンオブフュエル。インジェクションタイプハット ABX。ヤマハコミュニティフランス5代目カローラの。エンジンマイナスカローラ花冠無理。 t s c c g s x 2 5 0 w o r d p r e s s c o m h c p 5 4 6 0 y i c s t o o l u s e x j 4 e v e r c o m h a t n o m e c o x h o m e m a d e a x t o o l x s 1 1アメリカが衆国特許第4469,067万号エンジンインテイクシステム1982年タウン メイトヤマハ発動機ヒストリー昭和58年のヤマハ総合カタログボローラナスペンサー ABCD80S バイク熱狂時代スーパーカブトライバルたちが繰り広げた伝説の燃費ナンバーワン争奪戦猛祭ヤマハニュースナンバー233ヤマハ発動機1982年11月メカニズムの進化でリッター 180km を実現 スーパーカブ60年の歴史をたどる、モーターファンバイクスハット a l l a b o u t b o s t b o t t、l e、s t b o t t l e s d r h e o n f l y 7 5 c o m 絶版ミドルバイクヤマハ XZ400 バイクブロス。ありがとうございます。